皆さん、どうも、よろしく頼むし、ドラゴン TK です。今年ももうあと2日で終わりですね。なので、今年の総括、やっちゃいます。今年もゲームをね、たくさんできたわけなんですが、これも一人健康でいられたからできたことですよね。まあ、9月、10月頃に耳鳴りがひどくなってた時期、ゲームどころでなくなってましたけど、まあ、それも落ち着いて、いつものようにゲームできるのがいかに大切かわかりましたね。その健康的な話題はさておき、今年買ってよかったものランキングはゲーム以外のやつだね。あと、今年いっぱい遊んだゲームランキングのことをね、軸にね、話していきますね。ランキング形式では5位から1位まで行っていこうと思うんですよ。あ、番外編も一つ終わりますから。ということで、では、ゲーム以外の今年買ってよかったものランキング、ウェイから言っていこうと思います。第5位は、パルスワイヤレスヘッドセットになります。9月。10月頃か、買ったんだな。なんで5位になったのかは、後でお話しします。はい。先に、なので、4位から2位まで、いっちゃいますね。そして、4位は、最上位の最初のレースになります。今年ね、最上位試しに、いろいろ買ってみたんですよ。リンゴとか、ナッツとか、チョコレートとかね、あったんですけど、その中で一番ね、良かったのが、三種のレーズンになりましたね。三種のレーズンっていうのはね、異なる味が一方で楽しめるっていうのが、俺は好きすぎてね、一週間で一箱開けちゃいましたね。いつまですね、自分の中で。びっくりした。あれ、もう一週間、え、あ、なくなった、あ、あ、ドカ食いしてしまう癖があるんで。そうなっちゃうんですよ。まあ、続いて3位は、ナコタのスウェットキャスケット帽子になります。まあ、こういったね、帽子を初めて買ってみてね、頭にかぶせてみたらフィット感が良すぎるし、まあ、寒すぎるとき耳まですっぽり収められるスティレンジを使い回してます。1月、いつやったっけなかった。ちょっとそこは忘れちゃいましたけど、ともかく寒いとき耳までいけるんで、だいぶ重宝してます。その、お次の2位はですよ。Bluetooth のトランスミッター 5.0 になります。今もね、ゲームするときとか、よう使っているんですけど、前までね、テレビで音を聞くときっていうのは、有線イヤホンかね、直で直接聞くしかなかったんですけど、このトランスミッターのおかげでね、Bluetooth、イヤホンの方もね、使えるようになって、有線なくなったことによって、だいぶ、耳とか、いや、耳ではないけど、頭とかに、ね、ブンブン振れるようになって、まあ、出ちゃうんですけど、ちょっと、ブンブン振ってると、きっと、イヤホンの方がね、まあ、でも、それぐらいだいぶ、やりやすくなったものになりますね。トランスミッターのおかげでね、なったんですけど、そのゲーム収録からね、普段ゲームするときまでお世話になってますね。なので、いいっすよ。先ほどね、5位で言ったパラスワイヤレスヘッドセット、選んだ理由かな？理由がね、ここで間接的に関わってくるんですよ。なぜかというとですね、PS5 の方にヘッドセットの端子、ね、あるんですけど、USB のやつね。さしていてもね、ヘッドセットをね、オンにしない限り、PC の方に音が行くからなんですよね。ここはちょっと力説したいんですけど、PS4 で有名なヘッドセット、レイザーシュレッサーだよね。7.1 の方だとね、その、端子を PS5 にはめ込むと、PC の方にね、エレガトソフトを使ってるんですけど、そっちにね、音来なくなっちゃうんですよね。なので、除外ね、させていただきました。それは。なので、漫画編にその、レイザースレッシャー、スレッシャー、7.1 入れておきました。あれはね、配信するとき便利なんですよね。いちいち、
ちいちね、その USB の端子を抜き差ししないといけないんですけど、ま、ちょっと丸っぽく聞こえるっていうの。レイザースレッシャー、レイザースレッシャー 7.1 の方は。うん。ただ、この今言ったパルスの方は、まあ、ゲームする専用ですね。する専用で言ってます。まあ、配信最近しないんで、なので除外したんです。で、AR1 位は何かと、言っておくと、ゴジラのワイヤレスイヤホンになります。前にね、ツイッターの方に上げたと思うんですけど、来たーゴジラ来たーって、侵略されたーって来た、やった記憶はあるんですけど、まあ、言わずもーがですね、はい。2位のトランスミッターとね、密接に関わってるんで、これ今ずる式にこうなっちゃいました。ワイヤレスイヤホンなんで、ゴジラの方のね、ガオーって声がね、聞こえるんですよ。これがまたね。接続時にね、なったりするし、あと、音量上げたり下げたりしてもなるし、なんか楽しいなってなる。時間ですね。その時間は。プライスレスになってますね。なので、では、1位まで行ったんで、次は、今年いっぱい遊んだゲームランキングに、行っちゃいますよ。ということで、第5位、ニオ2になります。前にね、とあるセーブデータ消失事件があったんですけど、プレイがね、手伝ってくれたこともあって、今もまだ続いているゲームなんで、5位にランクインしました。前にね、消失事件ありましたよね。俺の中ではめっちゃ記憶に残ってるわ。プレステ4の方から、プレステ5にアップグレードするときに、セーブデータをごちゃ混ぜにしてもってて、確か、セーブデータをアップロード、ダウンロードから、ダウンロードしてもうた結果、過去のセーブデータになってしまって、それでやらかしたっていうね、ことがありました。まあでも最近ではね、7国の階層もね、突破しましたし、気分上々ですね、ほんとね。まああとは、新部か。あとは新部。あとは新部。それもこれもフレンドのおかげなんですけどね。とある一人のお方のおかげなんですけど。そして第4位は、戦国無双5になります。まあ、トロコンマでした。今年のゲーム。で、第4位にね、入れておきました。まあ、それはね、入れるでしょう。それは入れるでしょうね。トロコンしたんだから。無双シリーズ初のトロコンだったんですよ。このゲームが。戦国無双4-2もね、これ発売される前に、戦国無双5が発売される前に、ちょっとね、トロフィー入手したりしてたんですけど、やっぱりね、無双5が、ドラコン初になりました。無双シリーズの中で。なので、その思い入れの深い作品になったんですよね。かつ、その、三月、という新忍者、新武将、武将って言った方がいいな。新忍者って言った方がいい。わからないけど、使ってね、戦場を駆け巡ったのは、いい思い出ですね。可愛かった。あの子は可愛かった。そこから弱いってんの。まあね、次行きますね。でも、第3位は、バイオミュータントになります。まあ、バイオミュータント、まあ、軽く説明すると、オープンワールドゲームで、かつ、インディーズゲーム。で、かつ、その猫。猫ミュータンですね。主人公ね。の、が、活躍する主人公。活躍するゲームになりますね。まあ、どっぷりね、使ってましたからね、その世界観にね。いろいろバグとかも、いろいろね、途中にバグとか遭遇しちゃってね。やらかした記憶がね、一緒に残りすぎてるんやけどね。ほんと。あれここなんか入れんぞ入ろと入ろ入って、あれ見られんなんでってなるやつね。いや、ほんとあれ、びっくりしたからね。まあ、そのシーン、掲載しときますわ。掲載しときますわ。この動画の。この動画の、途中に。それもね、やらかした記憶とか残ってましたけど、まあ、印象に残ってるんやけど、
まあ、クリアまでね、行けたんで、行けたんで、行けたんで、よかったです。やったー。え、何？これで俺も狙撃の名手だ。狙撃の名手。スパーカトロンハイピックス、スクロンプ。ようわからん。何これ？電気性が上がって？は？どういう感じのやつ？モーメンタム。弾丸一発撃つごとに、速射速度が 10% 上昇する。この効果はマガジンが空になるとリセットされる。お！マガジン？めっちゃええやん！やったー！ウィーウィー言ってる場合じゃねえ。大丈夫そうやね。ひどい頭痛に見舞われるかもしれないな。って思ったら、あかんやつや、これ。あ、これ終わった。俺終わった。終わったー。あっ。倒された。倒されたのではなく、自らね、ゾーンに入って死にましたね。これはやってもうた。やってもうた。これはやってしまった。やってしまった感が否めない。いろいろと地下では気温がちょうどいいし安定しているのが救いだ。うん、ここからやね。え、ちょっと待って、え、嘘、ちょっと待って、待って、やばい、やばい、これやばい気がする。死んでねえ、俺。おーい。は？ちょっと待てや。いや、やめて。そういう系やめて。怖い。いける。まあ、この感じで、まあ、バイオミュータント大祭なのやつは終わりになります。まあ、第2位いきましょう。第2位は、ダイバルメイクになります。まあ、現在もね、ミニ竜一匹縛りでやってるほどですからね。バグとか多いって聞かれ、言われてますけど、好きなものは知れないんすよね。まあ、今後もね、ポケモン一匹で巡る信用の旅、企画してやろうと思ってるので、そこも要チェックです。ですです。何が来るかな？お楽しみ。ハイエル1位は、の前に、番外編いきます。まあ、バイオビレッジね、入れておきます。今年ね、バイオハザード、ビレッジ8、出た。年だったので、まあ、これは入れとかなあかんから。番外編なんですけどね。絶叫しまくってた記憶しかないんですけどね。没入感はすごかった。シリデかな。でかね、身長も高い。ドミトレスクさん、見れたし、あの時。あの後ちょっといい。微妙に、黒い。モローやったっけ？来たのはちょっと、いや、微妙な感じやったけどね。マジか。まあ、はてさて、最悪1位は何でしょうか？まあ、モンハンライズになりますよね。任天堂アカウントね、スイッチでね、最近見たんですよ。見たときにね、驚愕したんですけどね、なんと235時間も。逆にびっくりした。そんなやっていた？まあ、勲章集めの途中でね、秋が来てやれなくなってはいるんですけど、だいぶやっててね、びっくりしましたね。235時間やで。そんなにしてたんやって。まあ、勲章集めって言うとね、換算される虫1000匹集めるやつとかあって、大変だった記憶がね、蘇ってきますね。あーってなった。あれはちょっときつかった。
いろんな意味でね。ということで、まあ、この辺で締めさせていただきますね。ご清聴ありがとうございました。アリュー、アリュース、グッバイ、サラ。